今キャンピングカーがすごいことに。すごいすごいすごい、ちょっと待って、なんか降りてきた。僕忘れてるんですけど、これ車の中です。これそうです、車の中です。さらに、ここに大きいマグロ用のクーラー積んだりとかするのにいや、どんだけ大きい魚釣るのこれ。この秋キャンピングカー旅行にデビューする家族に密着。意外に楽しいかも。楽しいよコロナ禍の今、一層注目を集めているキャンピングカー、その最前線に迫ります。インテックス大阪で開かれている大阪キャンピングカーフェアにやってきました。密にならないような対策がなされているということですけれども、たくさんの人がいらっしゃってます。先月開催された大阪キャンピングカーフェア2021、最新のキャンピングカーおよそ150台が集結しました。その中にひときわ目立つ車が。こちら最新モデルの輸入車になっておりますので。おー、じゃあどうぞどうぞ。おお、あ、おお、ホテルですね。そうですね、もう本当にそんなイメージですね。もう部屋だって言おうと思ったんですけど、はい、なんなら僕の部屋より高級感。いやいやいや、すごいわ。え、だってこれまず流し台でしょこれ。はい、あのガスの水口コンロになってます。すごい。さらにその下にはね、ガスのオーブンがついてるので。これ？はい。いや、うわ、ちょっと待って、扉の重厚感。上が冷凍庫、下があります。あります。いや、下が冷蔵庫ですね。まるでホテルのような綺麗なシャワールームもついています。僕忘れているんですけど、これ車の中ですよね。そうです、車の中です。車の中です。部屋を内見してるような気分だったんですけど、はい、これ走りますよ。奥に進むと優雅なベッドルームが。左右セパレートのベッドになってますね。よかったら寝てみてください。いいんですか。はい、どうぞどうぞ。僕175センチです、身長。いけますいけました。これ生活できるっていうレベルじゃないですよね。快適な暮らしができるレベルですよね。そうですね。さらに見てください、前方のリビング部分が変身するんです。何何何、すごいすごいすごい、ちょっと待って。うわぁ、なんか降りてきた。電動で。電動で降りてくるんです。あああああ、もう一台ベッド。そうです、ここにお二人寝ていただけるので、まあこれで合計4名プラスお子様1人寝れる車になってます。気になるお値段はなんと税込み1600万円。上田さん、いかがですか。一方、好きなようにカスタマイズできるタイプも今流行りです。これいわゆるバンでしょ。これもキャンピングカーなんですか。ノーマルに近いキャンピングで、まあ、あの使いやすいように自分で操作できるようにしてあります。トヨタハイエースのコンフォートエディション、2段ベッドにしたり、自転車を積み込めるようにしたり、自分の好みに合わせていろいろと作り変えられるんです。これ皆さんどういう用途でお使いになるんですか、こういうタイプは。あのまず、お仕事される方はこの下に道具全部入れられるんです。はあ、なるほど。で、子供さんと遊びに行くときはこの上を使うっていう。あ、上をベッドにする。はい、だから仕事で使えるし、休みの日にはキャンピングカーとしても使える。そうです。車内にキッチンやシャワーを置かずとも道の駅や温泉などで十分こと足りるということで、必要な機能だけを求める人も増えているそう。こちらは釣り人専用のキャンピングカー。釣りする方の、まあ、ここに大きいマグロ用のクーラー積んだりとかするのにこれが、まあ、容易に中に入るんです。あ、これこれ何入れんのかなと思ったら、これマグロ用の台なんですか。そうです、マグロを入れるぐらいのクーラーが置けるんですよ。あ、マグロを入れたクーラーボックスが丸ごと入る、はい、うわ、これ何ですか上の。これはロッドをここにかけて、あ、釣り竿をたくさんここへ、はい、なんと釣り竿を12本も収納できるホルダーや、魚を乗せられるよう水はけを良くしたスライドフロアも。
いや、どんだけ大きい魚釣んのこれ。もキャンピングカーはアウトドアブームの高まりとともに年々人気が上昇。去年は過去最高の保有台数12万7000台を記録しました。納車まで2年ほどかかることもあるそうです。特に手軽で人気なのが軽自動車タイプ。こちらはおよそ300万円で販売しています。よし、失礼します。はい。もう逆にこれぐらいのスペース感が秘密基地っぽくっていい。寝そべることもできるし、はい、足余裕があります。足余裕あります、はい、あとね、気になったのがこの中の室内がちょっとあの、なんていうんですかね、家具っぽいというか。まさに家具です。あの、家具職人が作ってますので。家具職人さんが内装を担当したキャンピングカーなんですか。そうです、はい。いやいや重いんですけど、走行中にガタつかないようにあえて締まりが重く作ってあるんですよね。見た目軽で身軽な感じなのに、入ってみると結構高級感のある空間ですよね。そしてこのベッドマットは取り外して収納でき、普段は普通の車としても使用できます。キャンプっていうと本当代表的なんですけれど、うん、そうばかりではなく車内で仕事がしたいとか。あ、それはやっぱコロナ禍の影響はありますか。あの、本当に具体的にありますので。これなら1台で楽しめますもんね、はい、日常的に、はい。コロナ禍でキャンプだけでなく車内で快適に仕事をしたいというニーズも高まっています。こちらはナッツ RV さんのキャンピングカー。バッテリーのパワーに自信があります。車のエンジン用のバッテリーとは別に、このキャンピングカーのこのライトだったり、うん、別のバッテリーで動いてますので。別済みなんですか、バッテリーが。はい。およそ4時間の走行でフル充電できる急速充電システムを搭載しています。やはり移動オフィス、リモートワークとしてこの場を使っていただいているという形ですね、うん。はい、やっぱそういう需要が急に増えてるんですか。はい、こちらにもコンセントございますし。あ、コンセント、もうね、はい、本当家ちょっと快適さは妥協しなきゃいけなかったのかなと思ったんですけど、ええ、もう一切妥協することなく電気をたっぷり使えるっていう。そうですね。この日の会場も大盛況。やはりこのコロナ禍でのお出かけにと検討されている方が多いようで。どっか行くのにホテルを取らずにそのまま行けるっていうか、コロナになってからかな。ちょっとしたところとか出かけたりとかしても、まあ、密を避けて車の中でゆっくりできるっていうのがあるので。コロナとかもまだどうなるか分かんないから、自分たちがこうどういうふうに旅行をしていくのがいいのかなっていうのをこう見つけるきっかけにもなる。では実際どんなキャンピングカーライフを楽しんでいるのか密着してみることに。和歌山市に住む堀井卓さん、今月キャンピングカーを購入されたばかりです。今日はこれからどこ行かれるんですか。野口オートキャンプ場に行こうと思ってます。僕たちね、このキャンピングカー来て初めてなんですよ、今日は。とても楽しみです。およそ1000万円で購入した車は6人乗りタイプ。トイレやシャワーをなくし、その分広々とした空間にこだわったそうです。3人の子供は皆陸上の選手で、全国大会に出場することもしばしば。その応援に遠方まで行くことが多く、道中を快適に過ごすためにと購入に踏み切ったそうです。おはよう。あ、おはよう。もう大丈夫、行ける。もう行けるで、はい、行けます。もう出発しようか。はい。隣に住む堀井さんのお父さんは実はキャンピングカー旅の超ベテラン。自慢のこの赤い愛車で北海道から九州までご夫婦で全国を旅行されているそうです。このコロナでね、人が多いとこはやっぱり自分たちもちょっと怖いんで、だからあの人のいてないところへ行ったりとか、そこで泊まったりとか。それではいざ出発。パーツ乗り心地はいかがですか。全然運転しやすいですよ。視界も高いし、この車も発注してから、まあ、11ヶ月仕事すごい暇になった時もあったんで、お支払い大丈夫かなとか一瞬思ったり。早来い早来い。初めてやったからね。
キャンプ場に行く前にまずはバーベキュー食材の買い出しを。去年7月にオープンした道の駅四季の里公園には野菜や海鮮、お肉など地元和歌山産のものがずらり。ナスビ焼く？ナスビ焼こう。みかんも一つ買おう。黄色っぽいのがええ。そうですか。熊の牛のお肉あげる。熊の牛がええな、うん、地元の野菜にサシがきれいに入った熊の牛、ジビエのソーセージなどカゴいっぱいに購入です。オートキャンプ場まであと少し。僕ら小さい時はよくやってたね。末っ子はお腹に出る時とかから結構行ってて、だんだんとその陸上が忙しくなってきたりしたらなかなか休みが取れなくて、自分たち2人とこのワンちゃん2人連れてとか。そうこうするうちに和歌山県御坊市の野口オートキャンプ場に到着。絶好のキャンプ日和になってきました。まずは車に付属するタープを広げて日陰を作ります。こちらを使うのも今日が初めて。これも練習してみたんですか？練習しました。男性陣、バーベキューの準備は手慣れた様子です。つける？わかんない、あんまりいいやったら怒られてるやん。私はいつも座ってるだけなんですよ。おもてなしを受けるだけなんですよ。主人のやるかやりましょうか。大丈夫ですよ。普段全く家事をしないという堀井さんですが、キャンプでは逆転、率先して動きます。洗い場なんですね。そうですそうです。これで出るはず。まだ出したことないですけど。出ました。水使えるよ。使える？うん、はい、じゃあまな板も置いてる、はい、お野菜とかどこやったか。無事に水が出たので車内でお料理です。意外に楽しいかもね。お母さん楽しいよ。家でするのとは一人で黙々とするのとはまた違う。そしたら申し訳ないけど飲ませていただきます。どうぞどうぞ。また聞いてください。はい、いい匂い。初めてのキャンピングカーに。はい、お疲れ様です。はい、男はみんなノンアルで、こういう時は女の人は飲みます。キャンピングカーで1ヶ月ぐらい旅してても、喧嘩しないんですよね。家は家でいてたら喧嘩とかするんですけどね。こう密室の方がなんか喧嘩とか、喧嘩したら気まずくなるからそう。キャンピングカーは夫婦、家族の仲も深めてくれているようです。父と母が行ってたね、北海道とかああいうところも行ってみたいやな。いずれは行ってみたいね、うん、コロナ禍で注目の旅のスタイル、皆さんいかがですか？